26名が参加しておりまして、52点今回展示しております。年間通して、これがというものを展示しているという状況でございます。影とか光とか非常にこう重要視されるんですけども、皆さんそれなりにいい写真を日々の中から選んでやってるんじゃないかと、出してるんじゃないかと思います。陶芸部門8人が作品出してまして、トイミネリからあとロクロという形で各種製品ございますけれども、そうですね、やっぱり自分で土をこねて土を形を作って、それで素焼きして、あと釉薬かけますけれども、やはり釉薬のいろんな形で焼いた後の色がどうなるかというのは分かりませんから、やはりその焼き上がった釉薬がどういうふうに発色しているかというのが一番楽しいですね。絵画にはね、材料の魅力って描くことは同じなんですが、日本人が描けば全部日本画になっちゃうんですけども、材料が違うんですね。油は顔料を油で溶く、日本画は顔料を煮皮で溶くと、水彩画は顔料を水で溶くということで、材料の違いから来るそのいわゆる面白さ、楽しさ、あるいは特徴というのはみんな違ってくるんですよね。油は油の良さがあり、日本画には日本画の良さがあります。その辺が面白いところではないかと思います。募集時をちょっとやってまして、何かもう一つやりたいという気持ちがあって、それを見て参考にしたいと思ってるんですけど、なかなかもうこういう立派なのを見ると手が出ない感じですね。他のは分かんないですけど、写真がやってるもんですから参考になるから。書なら書、写真写真っていう風になってますってね、珍しくていいんじゃないですか、全部一緒に見れてね。第二の人生のそのものになっておりまして、いろんな皆さんの得意不得意はあると思うんですが、こういう活動っていうこと自体が生きてるということの一つの証っていうふうに、大層な言い方ですけどもね、そんな考えでやっておりますので、楽しみながらかつ自己満足ですけども、充実感を求めて人生を過ごしていきたいと、そんなふうに考えております。我々の活動、大した活動じゃないんですが、そんなに立派なアートではないんで、そういったものを活動組みでこういう生き方もあるんだよと、そういう点をですね、いろいろお話し合いできたらなと、そういうことを考えております。そうですね。